光が通りますからね、網膜まで。もう白くなっちゃうと、もうなんていうの、真っ白になっちゃうと通らなくなっちゃうんで。どっちもいいと思います。はい、こっち向いて。はい、どうぞ。あ、違います。あ、よいしょ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 。まあ、やってください。これだとちょっと。あ、できた。あ、出しました、はい、こんなぐらい出ました。それぐらい出ましたね。あ、じゃあすごいですね。2週間に1回出しておいてください。はい、いいね。これね、皆さんに教えるんだけど出せない人多いんですよね、なかなか。だから全部出せれれば、半分出せれればいいし、今これ出せれればほぼ本物を出せてるみたいですよね。はい、トイレ、コンセンション車やります。しこり残りますね。ここか。ここにもなんかプチッとしたの。そう、そうなんです。うん、はい、分かりやすいよ。痛くない。痛くない。大丈夫。おやつ、おやつだって。おやつ、まだまだまだ、ちょっと待ってね。これはね、ご褒美だからね、ちっちゃいよ。欲しい。これ大きいの。ゆっくり食べて、それは。食べた。早いね、あなた。食べたかね。食べたかね。
全部安定してますね。いただけると、はい、うん、ここいや危ないじゃないですか、この電車ね、追加分で出るときはいきなり出てきますね。そうちゃん、情報だから、おやちゃん、その予防でおやちゃんがね、ゆっくり歩くの、散歩の時にゆっくり歩くのと、今みたいな3本足と2本足、4パターンで、多分10秒ぐらい、今ちょっと10秒もやらなかったんだけど、多分やれそうですね。今の最後これ。はい、オッケー。もうおやつなしかな、おうちでも。そうね、まあもし綺麗にささっと食べるなら 5% です。甘かはい。もうしまい、おやつおしまい。まあ、それと、あのゆっくり、散歩でゆっくり歩くっていうこと、ゆっくり歩くと関節の可動域が広がるので、ちょっと今の3本足、2本足、それからまあ、可能だったらね、階段をゆっくり登るとか、急いじゃうとそんなに効果はないんだけど、ゆっくり登ったり、ゆっくり降りたりすると、これも関節の可動域が広がる。まあ、これも可能だったらですけど、バランスボールの準備をさせて。長ければ座布団でも、要は安定感のないところでこう10秒立っててこう、こういうふうになるじゃないですか。そうするとこういうとこだとこういうとこの筋肉をね、鍛えるというよりも落とさんようにね、してつけるんですね。はい、じゃあすみません、じゃああとはあの胃のものは受付で入ってくださいね。はい、長さんお願いします。ありがとうございます。はい、お大事になさってください。